バカみたいなやつの名前、伊藤隆ですっていうのね。今日はですね、こちらですね、まあ、ちょっと自分で今食べてるんであれなんですけど、トントロとですね、ステーキ、サーロインステーキですね。これを、まあ、今焼肉スタイルになっちゃってるんですが、中でこの部位焼いてとか、塩で焼いて、タレで焼いてとかっていう感じでできますね。これはですね、タレで、トントロとサーロインですね。はい、まあ、これはもう100ずつなんで、まあ、ちょっと自分で食べるんで全然綺麗に並べてないんですけどね。もうね、こういう感じで、肉々しくてね、うまいですよ。これトントロもね、脂が乗っててね、本当にいい国産のトントロですからね、うまいですよね。トントロいただきます。うまい、うまい、うまい、脂がね、ジューシー。これね、もうお酒のつまみでもご飯でも食べれますからね、サーロインいただきますよ。このサーロインもね、うまいですよ。うまい、最高。これもタレでね、ちょっとニンニク入れてますからね、ご飯でもね、おつまみもビール、レモンサワーね、よく出ますからこれね。あ、端の油のとこうまい。うますぎるよ、ほんとろ。まあ、自分で焼いてね、ほんと一個ずつ焼いて食べてもね、うまいですから。うまい、ほんとに油食べたい時にこの2つ最高ですよ。でかいやつ、うまっ。まあ、店名がね、歯ごたえあるあるって言ってますけど、今ね、ほとんど歯ごたえないですから、これ、うまっ、うまいしか言ってないですね。うますぎますね。ぜひね、チャンネル登録お願いいたします。100人突破ありがとうございます。またどうも、またね、どうも、イエイ。